こんな感じでですね、視聴者の方からジンギスカンセットが送られてきて、こんな冷凍庫いっぱいになっちゃったんですけど、嬉しいですね。明日これ作ります。今日はまた別なのいきます。これ使いますかね。このコクの一滴っていうマルちゃんの生ラーメンをそろそろ使っちゃおうかなと思っております。これでラーメンとカレーにします。できました。今日はこの生ラーメンコクの一杯ってやつですかね。これと、もうほんとシンプルに醤油ラーメンですね。あとこれ昨日作った牛すじのシャバシャバ系のカレーなんですね。僕結構カレー粉がね、普通のルーじゃない粉系のやつ使うので、シャバシャバカレーですね。をサイドメニューでいきたいと思います。こんな感じです。うまそう。土曜日なんですけど、またお昼を食べていこうかなと思います。今日はこれ夏日和、栗朝日ですね。もう行きます。うん。美味しい。じゃあラーメンからいきます。このコクの一杯ってスープがいいんですかね、これね。生麺ですよ、久々に。うん。めちゃくちゃシンプルでうまい。これストレートな感じのやつなんですよね。これがうまそうなんで、切ってみます。うん。もう、ザ・ラーメンです。シンプル。めっちゃ醤油です。こういうのね、食べなくなりますよ。うまい。この、シャバシャバ系のカレーいきますよ。このままいきます。うん。うまい。酸味が、トマト入れたんで酸味がね、めっちゃいいですよ。牛すじも。うん。じゃ今日も、ちょっと待ってやってきます。はい、こんにちは。昨日天気悪かったですけど、今日、まあまあ晴れてきてるのかな？天気予報を見ると、来週はずっと晴れるみたいなね、夏日になるなんてこと言ってたんで、まあ僕はね、暑いのはあんまり好きじゃないですけど、雨降るよりは全然、もう気圧がほんとダメですよね、僕はね。梅雨時とか、あと台風時期とかは、もうほんと気圧に弱い。もう案外ナイーブな体質なので、やばいなとは思うんですけど。視聴者の方から、僕のね、LINE 交換した方ですかね。地方のもの、まあ、その北海道なんで、その方、北海道なので、ジンギスカンの詰め合わせみたいなの送っていただいて、今日届いたんですよ。なので、明日あたりそれね、料理作って動画にあげようかなって思ってるんですが、いや嬉しいですよね。ぜひそういう方は、本当に僕は遠慮せずに待ってますんで、僕のコミュニティのところに QR があるんで、そこで入れて、その QR をポチッとしたら、ポチッとしたとか、QR をスマホで撮っていただくと、スマホの LINE でこうピッとやっていただく、かざしていただくと、僕の LINE に繋がると思いますので、何かある方は。まあ、昨日からルローが始まって、いろいろとテレビでもね、たけるくんがインタビューされてるところとか見てますが、緊急事態宣言で映画館がね、東京、大阪は閉じて、大都市ですよね、閉じてて、ルローのファイナルがほとんどできなかったと、首都圏で。なので、ビギニングとね、重なるみたいな話で、まあ、それはそれで、たけるくん自体は、二つで、一つの作品だと思って、みたいな、こっちさんで、逆にラッキーだっていう、もうポジティブな捉え方をしてくれてたので、たけるくんが喋ってるの見たりとかしてたんですが、まあ、昨日もね、ゲッターズのね、ピッタゴカンカンか、ゲッターズのやつ、たけるくんのを見てたんで、面白かったんでね、後でその話はしようかなと思いますけどね。僕らの時代、でも言ってたじゃないですか。たけるくんって結婚どうしようかなってもう占い師に任せるみたいなこと言ってて。でもゲッターズさんには、いや佐藤たけるさんは占い師に向いてますよみたいなことも言われてたんで。まあでもそれはそれで僕向いてるなと思ってたんです。シュガーでやってることほぼほぼ占い師と変わんないですからね。たけるくんはね。みんなの相談を受けてて。まあなのでそういうのもあったんで、いろいろ思ったことがあったんで後で話します。それに関しては。そんな感じかな。なので今日また何か話していきたいななんて、ぼちぼちやっていきたいななんて思うんですけど、まあね、なんかこう YouTuber になる人も最近多いですけど、
僕も YouTuber は比較的新しく参入してる方なんですけど、どういうのが正解かは分かんないんですが、まあ言えることはやっぱり長くやってる人が強いなと思いますよね。ヒカキンとかそこら辺になるともう初期段階からやってるじゃないですか。 YouTube が収益化されるっていう時からすでにやってたりとかしてたり、まあそうですね、まあ、もうほとんど有名な YouTuber っていうのは YouTuber っていう言葉ができた時にはもうすでにいた人たちなので、もう7、8年はやってたりみんなするんですよね。10年近いわけじゃないですか。そう考えるとね、まだ1年ちょっとじゃまだまだひよっこだなと思ってるので、少しでも長く続けられるようにはしたいなと思うんですけど、やっぱり長く続けるためにはね、なんかこう考えていかなきゃいけないですよね。ネタを考えるっていうよりは、長く続けられることは一体何なんだろうって。これって別に YouTube だけじゃなくて、ビジネスなんかでも全部一緒じゃないですか。どうやったら長く続けれるんだろうなーなんていうことを考えることが、それ何かネタを考えるっていうよりも大事なんじゃないかななんていう思うんです。まあそれってほら、家族でも一緒だと思うんですよ。人との付き合いでも、どうやってこの人と長く付き合っていこうかなっていうことを考えると、長くさえ続ければ何でも結果ついてくるもんだと思うんですけどね。な感じでちょっとしばらくダラダラとやっていこうかなと思っております。な感じで、今日もお願いします。